ミスリウリザードだと？本物だな。間違いなくこの川からしてそれしか考えられんですよ。なんでしょう。お主が持ち込んで車を開けたはずればかりだな。まったく偉いのしかねえ。やっぱりそんなに珍しいものなんですか。兄さん、ミスリルリザードってのはな、その個体自体がものすごく珍しいんだよ。実物が出たって記録は400年前の文献にチラッと載ってるくらいなんだぜ。400年前。山に住み着いたメタルリザードがミスリルリザードに変異したってことは、新たなミスリル鉱山の発見に他ならない。ミスリルっつったらレア中のレアだぞ。取れる鉱山は世界に3カ所しかないんだからな。それは大事だ。ここの漁師様にとっちゃそれこそ棚ぼただ。悪いが、このミスリルリザードはギルドに下ろしてもらう。いずれこいつの皮はミスリル鉱山が見つかった報告とともに漁師様から王へ献上されることになるだろうからな。おお。もちろんタダでとは言わん。領主様には報酬の上乗せも含めて話をつける。討伐からもろもろ含めて金貨5000枚はくだらんだろうな。5000。景気が良くて羨ましいぜ。これ一生遊んで暮らせるぞ。大金がポンポン入ってきて怖いんですけど。そりゃ贅沢の悩みってやつだ。まあ何にしても引き渡しは支払いの用意ができ次第頼む。それからこのことはくれぐれも内密にな。で、早々に悪いが、ブラッディ・ホーンブルの討伐も。それもあるんですけど。